皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも、前回の動画こちらですね、前編お届けしました。前回の動画がですね、ちょっと話が長くなってしまったので、2回に分けてお送りしております。流星雨の写真の作り方、これ以外にもいろいろやり方はあると思うので、まああくまで私がやってるやり方をまあ参考までにご紹介するという感じなんですけどね。まあそれはいいとして、じゃあ3つ目のやり方ですねを今日はご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。ちょっと写真を変えました。この間の双子座流星群に撮った写真 で右側にも、流星を選別した、流星の写ってる画像を選別したものがこう並んでいます。でここにですね、火山平均合成した写真も加えます。はい、加えます。これ火山平均合成、これコンプ11って書いてあるのがそうですね、火山平均合成した写真です。だからこの加算平均合成するとこうノイズがなくなるんですね。1枚の画像はこんだけザラザラなんですよ。で、こっちはツルツルということで、背景のノイズも違うし色も若干変わるので、普通に貼り付けたらちょっとね違和感のある写真になるんですよね。なのでそこをなんとかうまくやりましょうっていうのが今から紹介する成沢流なんですけど、成沢流って言っていいのかなそんな大それたもんじゃないですけど、とりあえず今火山平均合成したレイヤーを一番下に持ってってください。で、流星画像を貼り付けたいレイヤーを全部消します。で一番上のレイヤーがこれ流星が写ってるレイヤーで、今この目玉のマークこれついてる一番下のやつが、コンポジット加算平均合成した写真になります。でですね、ここでやるのが要は、流星雨の写真を作るときにできるだけやっぱ副写点っていうか、どっから流星が出てるのかってなんとなく分かった方がいいよっていう、まあ、そういう考えの方がですね一般的なんですよ。でこれ赤道儀追尾してないんですよね。ですから風景は動いてないけど星が動いていってる。まあ、こういう時にやるにはどうすればいいかということですね。で、この一番上のレイヤーを選択してですね、いきますよ。差の絶対値っていうのを選びます。そうすると、明るさが、同じところは真っ黒になります。だから今これ風景のところ真っ黒になってると思うんですよ。で、要はですね、角度だけ合ってればいいかなと思うので、全部、真っ黒になる、同じく重なる必要はないです。コントロール T でこういう画面になるんですけど、こう動かせるようになります。これで角度を調整したりとか、あとこう位置関係をね、星の位置をちょっと合わせたりします。これ厳密に絶対合わないですから、赤道儀で追尾してたら星北極星を中心にこう回転してるんで、この一枚の写真の中でこう上下左右合わせるとは別の回転軸で動いてますから、この写真で位置合わせるのは無理です。なので私の場合は、まあ、その明るい星が2つかぶさればいいかなみたいな。今だとこの、ベテルギウスとシリウスが重なってればとりあえず副写点は表現できるかなと思ってるんですよ。まあ、これそんなんじゃダメなのって言われるかもしれないんですけど、とりあえずまあこういう感じでやってます。場所をこう合わせたら、位置を合わせたら通常に戻します。でここでですね、さっきのコピースタンプツールでやってもいいんですけど、別、せっかくなんで別のやり方で紹介したいと思いますね。多角形選択ツールで、この流星さんをこのように囲います。今適当に囲いましたけど、で続いてですね、
この左上の選択範囲ってところがありますから、このこいつをクリックして選択範囲を反転してください。そうするとこの流星以外のところが選択されます。で、次出てくるのはこの消しゴムツールっていうやつですね。これで同じくこうやってボルトと右クリックでこうやって範囲、消しゴムの範囲決めれますんで、これで、背景全部消しちゃいます。今消したんですよ、これクリックして今なぞってるんですけど、そうすると流星だけの画像になります。で、コントロール D でこれ解除しますんで、そしたらこれを比較名します。さあ、どういう状態になってるでしょう。通常はこうですね。通常はこう、なんか、流星の周りがムラムラムラっとしますよね。これノイズです。ノイズだったりとか、加算平均合成をして色が変わったとか、まあ、そういうことですね。で、比較明にすると、まあ、あんま変わんないですよね。でも明るいところだけ今抽出されている状態で、で、次にやるのはここからですね、ちょっと画像処理を加えます。これイメージってください。イメージ色調補正、レベル補正にしとくかな。はい、そうするとこういうやつが出てきます。で、これで明るさとかでもいいですよ。明るさコントラストいじってもいいんですけど、ここのほら、要はこのレベル補正で暗くすると流星以外のところが元画像よりも暗くなれば、流星のところだけその比較明合成で採用されるので、ノイズの部分が消えるんですよ。はい、明るさ上げるとこういう感じです。明るさ下げると流星の部分だけ、残されますみたいな感じですね。で、こっちを下げてもいいのかな。あ、違う、こっちじゃないや。こっちを上げてもいいんでしょうか。こっちを上げるのもありですね。まあでも、この真ん中のこの1っていうところを上げてった方がいいですね。で、あんまりやるとこのなんかどんどん流星が細くなりますんで、まあほどほどでいいですから、ちょ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 ってやって、まあこんな感じでいいんじゃないですかね。っていう風にやると、はい、流星の画像が一番下のレイヤーに採用されましたですね。で、次これ消して2番目の写真に行きます。2番目の写真は、あ、これなんかここですね。ちょっともうちょっと派手なやつやってみましょうか。これで行ってみますか。これ流星のなんかこう星の位置、オリオン座の位置全然違いますし、ここに流星が流れてるっていうやつですね。これもで同じことをやってみます。いろんなね、私もいろんなこうフォトショップのテクニックとか学びながら、あ、こうだったらできるんじゃないかなみたいな、今その複合技でね、自分はこうやってやってますっていう風に紹介してます。だからやり方はね、一個じゃないと思うんですよ。あ、そう、なんか途中でなんですけど、もしこういうやり方あるよって人いたら、ぜひ差し支えなければですけど、やり方っていうか、こういう風に私やってますみたいなコメント欄で書いていただけると、多分この動画を見た方が他のやり方も学べて参考になるのかなと思いますので、まあそんな協力をいただければ嬉しいなと思います。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。はい、はい、これで、位置合わせをして、流星を、足しました。ここ2枚足すとこういう感じで、こことここにいますけど、こっちは
分流星なのかな、ちょっとなんか微妙ですけど、はい、こういう感じで、やって、この全部の枚数同じことを工程をやった写真がこの写真になります。でこれ最初にも言いましたけど、まあ、どこまでが合成かみたいな論議ってやっぱりあるんですよ。あるんですが、まあ、表現方法の一つとして、自分はありかなと思ってますし、なんていうかフォトショップのスキルってこういう表現方法をどういうふうに表現したいかっていうことを通じて、まあ、学ぶところが大きいので、まあ、ぜひトライしてほしいなと思いますし、なおかつこうやった中でね、なんていうの、そのあくまで合成の画像ですよっていうことに関してですね、まあ、胸張ってほしいなって思いますよね。合成だからなんかうみたいに思ってる人は嘘つくから、ちょっとなんか最近 SNS でそういう話盛り上がってるんですけど、だから言うんですけどね、うん、でも、まあ、そのあくまでこの合成でこういう風に表現しましたという風にですね、公言していただければ全然悪いことでも何でもないですからと思ってます。今この流星雨の写真を、合成方法をご紹介しました。ぜひこれ試してみてください。いかがでしたでしょうか。今日の動画はこれで以上になります。流星雨の作り方、過去に撮影した、素材もしお持ちであればそれでぜひ試してみてください。でこれから起こるね、流星群、また、4月のことわざ流星群かなを皮切りにいろいろ出てきますから、その流星群の撮影の時には、まあ、赤道儀を使って撮影するプラス赤道儀を使わないで撮影するっていう2パターンで撮影を楽しむといいのかなと思います。過去に獅子座流星群っていうのが2003年だったかなに起こった時は1回のシャッターでもうビュンビュン流星が流れるっていう状況があったみたいですね。まあこれからそういう流星がねまた来るといいねっていう話ですが、今日は、そういった特別な流星群じゃない時の流星雨の作り方になりますね。はい、それでは今日は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。